超直前期均一ペーーースメーカー講座皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですここではこの直前期間に、えー、新たな講座の設定したこの均一ペースメーカー講座について説明していきますこの講座のコンセプトとにかく多く問題を解いて力を維持していこうここにあります延長期間になり均一の問題数減ってきていると思います やったことがない初見の問題はどんどん減っていると思います初見の問題が少なく解いたことがある問題をひたすら繰り返すもちろんそれも一つの手だと思いますですがやはり初見の問題が減ってしまうと怖くなっていくのが自分の実力が落ちていくんじゃないかとやはりこういう点怖くなるところだと思うんですそこで今回この講座を立ち上げることにしました 具体的には、この延長期間であっても、新作問題を切らせないようにしよう。多くの問題を解いて、できる時もあれば、0点はまずいと思うんだけどね。まあ、しくじった時というのを出して、自分の弱点をあぶり出していこう。これがこの講座の、まあ、ポイントになります。具体的には、途切らせない、どれぐらいかというと、毎回毎回2問。 それが8回分こちらすでに一度、ね、レックで出した問題になるんですがえこちらこ今年の,、ね、今年のえ試験対策としてはまだように出ておりませんえ一度出しているものですがえ今年の試験え今年の対策の方に対しては、ね、一度も出たことがない問題えそれを使ってやっていきますそしてなおかつこの8回分の問題ですが 論論点点自体はは奇抜なな入っておりませんなんだよこれこんなの知らないよこんな知識そういったものはありません。極めてオーソドックスな論点です。なおかつ仕掛け。問題文自体も特につまくてスクーニカルなね作りになっていて問題を読み解くのに精一杯だと。そういった問題にもしていません。オーソドックスな論点でオーソドックスな仕掛けなものにえ特化しています。 だからなんですが、基準点突破経験者の方は、ぜひこの8回は、満点を狙いに行ってください。本試験の傾向として、1問がとてつもなく難しければ、1問がとんでもなく簡単になるという傾向があります。こっち側、こっち側だと思って、満点を取りに行ってほしいんです。 添付書類まで含めて満点を取りに行くというのはなかなか大変ですがぜひそれを狙ってこの講座を受講してくださいそして、受講のあとには演習の後には私の解説が入りますでこの解説論点もそこそこ説明しますがそれ以上に説明するのはどの時点で気づくべきなのかと。 ここでこれがあるってことは疑うべきだよそういった気づきを促す講義をしていくつもりです論点だけなくどの部分で気づくべきかってことを説明していきますまたすべての論点ではありませんが重要論点については間違い論点チェックシートというものを板書形式でお配りいたしますこれ何かと言いますと 間違いって結局、まあ、ミスなんですよねで、その言ってるのは「気づかなかった!」ってミスっていうものもあれば「やっちゃった!」っていうエラーもあるんですそもそもやってしまったなのか普段だったらやらないエラーなのかそれをちゃんと間違えたことね分析してほしいんですああやってしまいました間違えました ではなくて、そもそもやってしまったっていうミスなのかそれでも普段だったらやらないけどやってしまったエラーなのかでそのエラーについても実態なのか表現なのか結局間違いを分析しないと自分に欠けているものが分かりません自分に欠けているものが分からないと自分のその先の勉強の仕方がうまくいかないんですよね実態なのか表現なのかエラーなのかミスなのか それを分析するものも最後にお付けいたします。これが私が行う延長講座の技術ペースメーカー講座です。ぜひお時間が取れる方、検討してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。